えっと、こんにちは研弓山です。 えっと、今日もまたジムクリスタル占いで、えっ、ー、と、皆さんにお伝えをしようというふうに思っています。えっ、ー、と、ジムクリスタル占いのもう一度説明をさせていただこうというふうに思うんですが、えっ、ー、と、オリジナルの数比と、あと自分自身の見える能力、それと、えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、クリスタルを合わせた占いをジムクリスタル占いというふうに名付けています。えっ、ー、と、皆さん、あの、いつもね、視聴してくださって本当にありがとうございます。あの、これからも皆さんにより良いものを届けたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ナンバー1のえっ、ー、と3月の前半についてお伝えをさせていただきます。えっ、ー、と、いつも誰よりも頑張っている。あなたえっ、ー、と今月はその頑張りが周囲の人を驚かせることになりそうです。えっ、ー、とあなたが見えないところで頑張って勉強していたこと、または自分自身の中で何か気になって調べていたようなことをなんか、ふとご自身の中で言ってみたっていうふうなことが結構大て皆さんにびっくりされる。そういうふうなことになりそうです。なので、今月の前半はぜひあなたの頑張りを。 知識の探求というふうなところに向けていただくと、さらにその力みたいなものが増す。または、変な言い方だけど、自分自身の中で。これはちょっとトライするの、まあ、厳しいかなというふうに思うような本があったとしても。それをできれば、えっと、読まなくてもいいので、短いに置いといてください。その短いに置くことによって、実はなんだけど、エネルギーをちゃんと吸収することができるので。もしよければ、難しい本でも、変な言い方かもしれないんですが。近くに置いとくだけでも、効果があるので、もしよければ。 置いといていただけたらいいかなというふうに思います。で、少しえっ、ー、とどんな分野の本がいいのかなというふうに考えたんですが、えっ、ー、とマーケティングに関する本とか経済に関する本みたいなものがいいかなというふうに思います。その時にもしよければクリスタルをお持ちになっていたらフローライトっていうふうな石とかを一緒に持たれると知識みたいなものを吸収しやすくなるので、もしよければフローライトを一緒に持っていただければいいかなというふうに思います。フローライトはえっ、ー、と天才の石 または頭脳の石というふうに言われているのでもしよければそちらのものをね持っていただければいいかなというふうに思います。 あと少しちょっと気になるのが胃の調子が思わしくない状態にどうものでそういうふうな時には、えー、とキャベツとかそういうふうなものをちょっとお食べになられてそのキャベツの中に含まれている成分がすごく、えー、と胃の調子を助けてくれると思うのでもしよければそういうふうなものを召し上がっていただければなというふうに思っています。あともう一つ気になるのが、えー、と新しく、えーと筆記用具 ととかかを新調していいいいただけるすす。ごくな思ま先ほど申し上げた通り、えー、とおり少し難しい本を読むときにはそういうふうな、えー、と知識を刺激するためにも壁用具っていうのはすごく大切なものなのでもしよければそれを新調していただけたらいいかなというふうに思っています。 えとナンバー2の3月の前半の運気についてお伝えをさせていただきます。い、えー、いつも目たたくなななと控えめなあなた今月の前半はあなたが少し積極的に動くことでこれからの運気が、えー、とさらに花開いていくことになりそうです。例えば今までだったら誘われても行かなかったようなところに行ってみるとか例えばオンラインでのイベントもなんか今まではちょっとなというふうに思っていた部分があるかもなんですが今月の前半は是非お誘いに乗ってみてください。でなぜお誘 そうに乗るといいのかっていうと多分なんだけどもあなたが今までどちらかといえば控えめだったので多分そういうふうなに乗るっていうふうなあなたを見て多分周囲の方たちの反応が変わるかなというふうな感じがしますなのでできればお子さんに勧められたものまたは周囲の方にお勧められたものに関してちょっとそういうふうなものにトライしてみてもいいのかなというふうに思いますそういうふうな多分行動がねあのより、えー、と運気を多分強めたり高めたりしてくれる作用があるのでもしよければそういうふうなことはちょっと,、えー、とトライ してみていただけたら嬉しいかなというふうに思います。あともう一つおすすめなのが、えっ、ー、とお花を買うこと。で、今お花ってお花屋さんにもちろん行くのもいいんですが、オンラインでもね定期便みたいな形でお花を買うことができるので、もしよければねそのお花の エネルギーであなたの開花を後押しできたらいいのかなというふうに思うのでもしよければ、えー、とお花を買って頂ければいいのかなというふうに思っていますあと,、えー、と今月は、えー、といつもちゃんとお金を貯めているはずなんですナンバー2のあなたは結構本当に貯,貯蓄願望がすすごく強いんですけども、えー、と多分なんだけども今月はよりそのお金を貯めたいというふうな気持ちが動いてしまって多分ご家族の方とかに対しても何かこう貯金した方がいいとか例えば何かお金の 使い方をこういい方方こうにした方がいいみたいな感じのことを結構あの押し付けてしまいがちになりそうなのでそれはあんまりご家族に押し付けることなく「貯金は私の趣味なんだ」っていうふうにご自身の中でちょっと思っていただけたらいいかなというふうに思っています。<music> ナンバーさんの3月の前半についてお伝えをさせていただきます。い、え、い、っと、いつも楽ししを探してやまないあなあた 今月の前半はお仕事がなんだかんだ。忙しくて結構てんやわんやそうな感じがします。えっとこっちの仕事が収まったかなと思ったら、また新しい仕事みたいな感じで、休みの日も仕事みたいな感じにどうしてもなってしまいがちです。なのでもしね。あの楽しいことができないっていうので、すごくイライラしがちな。今月の前半になってしまいそうなんですが。でもそんな中でも多分お子さんとの実感っていう風なものが多分。あなたにものすごく安らぎを見出してくれたりはたまた。 イイライラみたいなもののすごくく止めてくれると思うのでもしよければお子さんの寝顔をちょっと改めてよくよく見てみるっていうふうなことをちょっとしていただけたらいいのかなというふうに思いますで多分お子さんのねそう,いうふうな寝顔を見ることによって多分すごくもう一度頑張ろうというふうな気持ちになれると思うのでもしよければそう,いうふうなねお子さんの寝顔をもう一度よくじっくりと見てみるっていうふうなことを試していただけたらいいかなと思います。あととお子さんの寝具とかをねあの 思うのでもしよければそういうふうなものとかもなさっていただけたらいいかなと思います。あともう一つ気になるのがご両親様のの、えー、衰えっっててていううううななももを急にに感じしししまままよかれせんでも何かそれはすごくご両親様がすごくなんていうのかな体調を崩してしまうというふうなわけでは全然ないんですがでもちょっとそこのところが気になるので今のねいい状態をキープするためにできればご両親様に対して何かいいアプローチみたいなものを考えられて なさっていただけたらいいのかなというふうに思っています えっとナンバー4の3月の前半についてお伝えさせていただきます。えっ、ー、といつも安心安全が大切なあなた、えっ、ー、と今月は何か誰かに相談したいことが発生しそうです。えっ、ー、と今までだったら自分の力で何とかやってこれたかもというふうな気持ちが強かったんですが、今回ばかりはねちょっと誰かに相談しな,いしないとちょっと自分自身の中でもおかしくなってしまうかもみたいな、そういうふうなちょっとえっ、ー、とアクシデントに近いみたいな出来事が起こりそうです。でもそれはあなたが自らのお城から 出る時なんです今までは誰かに相談しても大丈夫っていうふうな感覚がなかったと思うんですが多分もうこれは宇宙または神または見えない存在からもう一人で抱え込まないでねっていうふうなそういうふうな多分シグナルが来ているのでもしよければ相談をなさることによって実はものすごく世界が広がったり安心感を覚えることができるのでもしよければねあの誰かにご相談するっていうふうなことがとても大切かと思います。今まで躊躊躇躇ししていいいたこことととをちょっななう がちょっと必要なのでもしよければそここららのととろは気ににかけけていいいたただけたらなううふうに思いますまたはでもねもしかして相談するほどでもないなぁとか例えばなんかそのなんていうのかなまあ別に相談しなくてもいいやっていうふうに思うときには「えー、とユナカイトっていうふうな石があるのでもしよければこの「ユナカイトっていうふうな石を持っていただいたり握りしめていただいたりっていうふうなことはとてもいいと思うのでもしよければ「ユナカイトを試されてみてもいいのかなというふうに思います。 あと,、えーとですね、お子さんから、えー、と突然服とかバッグとかを買ってほしいとか言ってせがまれてしまうかもしれませんでも、えー、と最初に「欲しい」と言ってきたもののみあの買い与えて差し上げたらいいのかなというふうに思いますで2個目とかっていうふうなものはな、まあ、何とか買ってあげてもいいかなというふうに思うんですが。 3個目は何かを頑張った時のご褒美のために、ちょっとえっ、ー、と何て言うのかな？取っておくっていう風な感じのことが必要なのかなっていう風に思っています。もしよければ、そこら辺のところは試していただけたらありがたいかなっていう風うに思います。 えとナンバー5の3月の前半について、お伝えをさせていただきます、えーと。いつも自由で流れるような生き方をしているあなた。今月の前半は、少しその自由が制限されてしまうのが原因なのか。えー、と少し投げやりな気分に襲われてしまいそうです。えー、と今まで楽しいと思っていたことが、急に意味のないものに見えてしまったり。自分の大切にしているルーティーンも、もう別にやらなくてもいいんじゃないか、というふうな気持ちになってしまう。そんな時に、どうも陥ってしまうようです。でも、そんな時は、ちょっと、ね、サボってみるのも。 決して悪いことではないと思うんですが、もう少し頑張って続けてみるとすごくいいのかなというふうに思います。でも続けて多分続けていくうちにね、これをやっていて良かったとか続けて良かったっていうふうなこともあるので、もしよければ今月はあのちょっとね頑張って続けるっていうふうなことを意識していただけたらとても嬉しいかなというふうに思います。もしそういうふうにねなかなか思えないなっていうふうな時は元気になるね愛。 のえっ、ー、とサプリメントとか食べ物をちょっと亜鉛から補給するっていう風なこともとても必要かなという風に思います。亜鉛はねちょっと男性の栄養素みたいなそういう風うなイメージがありますが、女性のあなたにもすごくいいものなので、もしよければ亜鉛を取ってみていただけたらいいかなという風うに思っています。あともう一つはえっ、ー、とねご自身の えとご自身に合った服は何なんだろうってもう一度服について見直してみるっていうのもすごくいい時期になってくるので例えば自分自身の、ね、体型が変わってしまったことに対してやっぱり直面するっていうふうなのはすごく嫌なんですけどでも今そう,いうふうにあえてそこに直面することによって多分ご自身がねより良い服またはより良い自分自身というふうなものに出会えると思うのでもしよければちょっとね直面するのは嫌だなっていうふうに思いながらも直面していただけたら多分よりあなたの 輝かしいあなた、よりなんか輝いたあなたに出会えると思うのでもしよければそこのところは試していただけたらいいかなというふうに思っています。 えっとナンバー六の三月の前半についてお伝えをさせていただきます。いつも調和と周りの人への気遣いが半端ないあなた。今お金がないというふうに思っているわけではないんですが、お金のことがどうもぐるぐるして気になってしまいそうです。宝くじでも当たらないかなみたいな、怖い夢に翻弄されてしまったり。またお金を使ってしまうような、そういうふうなタイミング、そういうふうなシチュエーションがどうも訪れてしまうようです。でもね、こういう時は実はお金の基本の。木から学び始めてみることがすごく。 大切なので例えば変な言い方ですけどどうやって経済動いているんだろうとか例えばみんなどうやってお金持ちになっていったんだろうとかそういうふうな感じの本をねもしよければ読んでみていただけたらいいかなと思います多分漠然と抱えてらっしゃる不安が消えてねあこうすればいいのかもとかああすればいいのかもっていうふうなことを思えるようになると思うのでもしよければね今はアイデアを温める時っていうふうなことをちょっと思ってそういうふうなものにトライしてみるといいかもしれません。でもしその心配事がぐるぐる してぐるぐるしてぐるぐるしてどうしようもない時はできればなんだけども、えー、と土を触ってみるっていうふうなことがとっても大切なのでもしよければそう,いうふうなものを触ってみるあとは、えー、と黒系の石クリスタルがすごくおすすめなので例えばなんですが、えー、とブラックトルマリンとか例えば金運を助長させてくれるまたはすごく金を助けてくれるシトリンっていうふうな石とかがすごくいいのでもしよければこう,いうふうな石とかを試していただくのがいいかなっていうふう ふうに思いますであともう一つは、えー、と昔好きだった人のことを急に思い出してしまってなんかあの人元気にしてるかなとかって思って SNS とかで検索してみたり例えばなんかそのなんていうのかなあなんかちょっと連絡取ってしまおうかなみたいなそういうふうな気持ちになってしまいがちなんですができればなんだけど、えー、とそのお気持ちだけを取っといた方がいいような気がします。なななななんか多分その S でそのの SNS ででうううういいいいふうな方の現在を見てしまうと、ね、滅してしししままととね滅ったたりみたいなこともないわけではないの もしよければすごくいい思い出にしておくために「調べる止まり」にしておいていただけたらいいのかなっていうふうに思っています。 ナンバー7の3月の前半についてお伝えをさせていただきます。えっといつもね自分をしっかり持っているあなた、今月の前半は好きなことに一気に集中してみると良いかもしれません。えっと今月の前半はいつも以上に自分自身の地で行くっていう風なことがすごくいい感じになりそうなので、その自分自身の中にあるエネルギーをさらにあなたの中に眠っている才能を発火させるために使っていただけたらすごく嬉しいかなという風に思います。多分この時期にねあなたが好きなことっていう風なこと が見つかったとすると、それが多分あなたのこれからの人生の柱を支える一つになってくれそうです。例えば辛い時にこれをすると楽になるんだよね。とか、何もかも忘れられるんだよね。みたいな、そういう風なスキルをね。身につけておくのにすごくいい時期なので、もしよければそういう風なことをね。あの始める。または試してみるっていう風うなことをなさっていただけたらいいかなという風うに思います。例えばえっ、ー、と好きなものであったらね。あの片っ端から全然なさっていただいて大丈夫なんですが、結構集中できる？も ものっていう風なものがいいかなと。例えば編み物とか何かこう悩みが発生してもそれをやるとなんか気分が落ち着く。はたまた何もかも忘れられる。なんかそういう風うなものとかがね特にいいかなと思うのでもしよければそういう風うなことをなさっていただけたらいいかなっていう風うに思います。あともう一つが気になるのはお子さんやご主人様が無理をしているんじゃないかとかなんかそういう風なことは口にしないんだけどそういう風な素振りが見えてしまってすごく気になってしまうかもしれません。でもなんか。 なんかそういうふうな時にはなんかこうこちら側から「どうしちゃったの?」みたいなそういうふうな言葉がけをするのじゃなくちょっと軽めのね言葉がけをして差し上げてあとはなんか、えー、とそうだなご主人様とかがマッサージご主人様とかにマッサージをして何かこうリラックスできるようなそういうふうなこととかをちょっとあのして差し上げたらいいんじゃないのかなっていうふうに思います。 ナンバー8の3月の前半についてお伝えをさせていただきます。 えっといつもみんなの話題の中心で華やかなあなた今月の前半はあなたの持ち前の積極者やえっとみんなを引き付ける力がさらにあなたにとって良い人間関係の幅を広げてくれそうですえっとあなたをサポートしたいあなたのことを大好きというふうに思ってくれる人が現れるそんな感じですまたは新しい仕事を任されたりそんな時に役立つのがあなたのリサーチ力となおかつクリエイティブのお力です例えばなんとなくなんですが企画みたいなものを 任される可能性があるかもしれませんでもそんな時はぜひ従来のやり方ご自身の中でのこういうやり方みたいなものにあまり固執しないで何かそういう時にねなんか新しいことを取らしていくというふうなことがとても大切なのでできればなんだけども従来のやり方ではないのをちょっと試していただけたらいいかなと思いますそんな時にねあのものすごくいいかなというふうに思うのがタイガーアイというふうに言われている石ですこれもあのね、男性に結構よく皆さん持たれる方が 多い石なんですが女性の方にもすごくいい石ですしなおかつその互いていう風うな石はすごく前向きにさせてくれる石なのでもしよければねあなたもあの持っていただけたらすごくいいのかなという風うに思いますはたまたご主人様から借りてしまってもいいと思うのでももしご主人様がお持ちだったらそれもちょっと借りてみたらいいのかなという風うに思いますあともう一つだけ気になるのが良い流れに乗っていらっしゃるというのが分かっているがゆえにちょっと家族のことが後回し なうか家族のこと後回しにしているな私というふうに思っていながらも多分なんですがどうしてもどうしてもなんかそう,いうふうなご家族のこととかがちょっと後回し後回し後回しになってしまうところがあるのでちょっとそこのところはね気をつけてあのいただけたらいいかなというふうに思いますしあとなんかちょっとママ今仕事で忙しいんだよねっていうふうなことを最初からインフォメーションをしとくといいのかなというふうに思うのでもしよければそう,いうふうなインフォメーションをねあらかじめ家族の 皆様ににしておくといいいいのかなという,ふうに思いますそうすると多分だいぶあのご家族の方のご理解もねいただけると思うのでもしよければそこのところはあのしていていただけたらありがたいかなというふうに思います。 ナンバー9の3月の前半についてお伝えをさせていただきますいつも誰かのために誰かのことを本当にいつもいつも考えているナンバー9のあなた今年の前半は少し楽しいことや気になっていたものまたは好きなものへの投資が過ぎてしまいそうです、えっと、ここぞとばかりにお金を使いたくなってしまうものに急に出会ってしまうそんなことがどうも今月はスタートしそうです、えっと、何かねなんかこういう エネルギーって来てしまった時ってバーって乗ってしまうのは致し方がないというふうに思うんですがでもできればなんだけどもその中でどれがいいかなっていうふうにね迷った時には美に関するものっていうふうなものがすごくいいのでもしよければ何か美に関するようなものに対してね投資をしてみる例えばご自身が何かについて申し込んでみるまたはご自身が何かに対してそこを先にご自身にとっての先行投資として何かちょっと先行投資をしてみようというふうに思っても全然構わないの もしよければ美に関するものに関してはお金を使っていただいてもいいんじゃないのかなというふうに思います。ただちょっとね広げすぎてしまうのはすごく良くないので、もしよければあの使ってもいいんだけどもできれば小規模にしてあのいただけたらありがたいかなというふうに思います。でその時にねえっ、ー、とちょっといいのがえっ、ー、とそうだな何か 何かを選ぼうううと思う時ってどうしてどしも近視眼的、要するに近いところばっかりを見てしまうのでそういうふうな時ってどうしてもね遠くを見なくなってるんですなのでできればなんだけども、えー、と携帯とかの、ね、画面からちょっと目を離してできればちょっと遠くを眺めてみたりとかそういうふうなことをちょっとするだけでも近視眼的ではなくってすごくさまざまな。 あの範囲からってさまざまな場所からそういうふうなものとか選ぶことができるのでねもしよければそういうふうなことをちょっとあのしていただけたらいいかなというふうに思っています。 であともう一つは、えーとね、家電製品がちょっと壊れてしまいそうです。なのでできればなんだけどもなんかちょっと音が変になってるなとかなんかちょっと音調子が悪いなっていうふうに思ってるものがあるのであったのならばもう先手必勝なのでもうすぐに家電屋さんとかにご電,あの電話をしてみたりとか問い合わせをしてみたりとかメーカーの方に聞いてみたりとかして事前に事前にちょっとケアをした方がいいかもしれません。なななのでもしよければそういうふういふことをなさってね いたただけたらい,いかなというふうに思っています。 えっと、ナンバー11の3月の前半についてお伝えをさせていただきますいつもねビビビと直感が働くあなた今月の前半は少し慎重に行動することをかける心がけるとそんなことがより良い運気を引き寄せてくれそうですもちろんねあの何か直感的に動くっていうふうなことは悪いことでは全然ないんですができればちょっとねあの思い立ったらすぐ行動っていうふうな前にねちょっとリサーチをしてみる調べてみるっていうふうなことがね結構いいような気がします。でそういう そういうふうなことを、ね、調べるっていうふうなことは決して悪いことではなくって何かそういうふうな何かもう一度自分自分身のの直感のアンテナを磨く時になるんですなのでできればなんだけど今はちょっと自分自身にお休みをしてあのお休みをあげてその直感のアンテナっていうふうなものをちょっと磨く時なのでなのでちょっと自分自身の直感はちょっと横に置いといてちょっとリサーチをしてみたりっていうふうなものが必要かと思います。はたまたまその直感に、ね休息 与えるののがすごく大切なのでできればその休息を与えるのにいいのが、えー、と海の波の音がすごくいいのでそういうふうなものを YouTube で見たりとかはたまた聞いてみたりとかっていうふうなことをちょっとねなさっていただけたらいいかなっていうふうに思います。あともう一つ気になるのが、えーとね、家事やお仕事でのミスっていうふうなものがちょっと出てしまうかもしれません。えー、と段取りよくねいつもならできるのになぜかこうミスをしてしまうっていうふうなことが多いような気がします。 なのでそういうふうな時には肩とか首回りとかのストレッチをすると結構シャキッというふうにするのでもしよければそう,いうふうなところとかを回してみたりとか、えー、とケアをしてみたりとかそう,いうふうなことをするとね多分気分もしゃっきりして多分そう,いうふうなミスみたいなものはしなくても済むというようになると思うのでできればちょっと肩周りや首回りをちょっと気にしてストレッチをしてみたらいいかなというふうに思っています。 ナンバー22の3月の前半についてお伝えをさせていただきます。いつもがむしゃらに高めを目指しているあなた今月の前半は少し寂しさを感じてしまったり何か頑張ってきたことに対して虚しさを覚えてしまうことがあるかもしれません。でもそんな時は自分自身の中ののの心を見つめてみるとい,いいいうに時期だと思います自自分自身の例えば寄りどころになるようなものとかをすごく探すのには絶好のタイミングなのでもしよければ大切なね 自分自身の心とか体とか家族みたいなものにもう一度目を向けてみるというふうなことがとっても大切かなというふうに思います。でもしねそう,いうふうなものに目を向けても何かご自身の中で落ち着かないなとかやっぱそう,いうふうなものに目を向けてもやっぱり寂しさとか虚しさとかあんまり変わらないというふうな時にはできればなんですけどなんかスピリチュアルの関連の本みたいなものを読んでみるといいかもしれません。例えばあと何かお守りにもなるような はい。 クリスタル、ここにもあるようなクリスタルっていうふうなものを持っていただいてもいいんだけども何かうんとそうだな何かスピリチュアルなものっていうふうなものにちょっと関わってみるはたまたご自身をそういう場所に置いてみるっていうふうなことがすごくご自身を休息させてはたまた自分自身の拠り所というふうに感じられるものと出会うやると思うのでもしよければ何か一つクリスタルを持ってみるでもいいですし例えばそのクリスタルの中でもおすすめなのがブルーレーサーゲートっていうふうな石になります。 もしよければこういうふうなものとかをねあのあのお手元にあったら持ってはたまたもしお手元にない場合は買われたりはたまた、えー、とスクリーンショットでも全然構わないのでもしよければそういうふうなことをしてちょっと癒されてみたりまたは休息をご自身ににあげたらいいいいのかなううふうに思っていますもう一つ、えー、とできればなんだけどもストッキング。 などのえ替、ー、えてみるといいかもしれません、えー、とストッキングってね女性の方はいつもほぼ履いてらっしゃる方が多いかなというふうに思うんですが大切な大切な足をね支えてくれているあの道具っていうかお洋服の一部でもあるのであとは足のケアをするのにすごくこの時期はいいのでもしよければそういうふうなことを試されたり下着ではないんだけどもストッキングとか、えー、と何かっと何か こう肌着みたいなものとかをちょっと,、えー、と慎重なさったりすると多分その何て言うのかな前に進んでいくエネルギーを多分もう一つだけ休ませるはたまた前に進んでいくエネルギーを準備するっていうふうなことにもなるのでもしよければそう,いうふうなことをね試していただけたらいいのかなっていうふうに思います。 ナンバー33の3月の前半についてお伝えをさせていただきますいつもなんやかんや言いながらすごくいい流れに乗れているあなたえー、と仕事や家事で頑張りすぎてちょっと疲れがどっと出てしまうそんな感じが今月の前半は感じますなんとなくねいつも周りに合わせてしまっているあなたなので多分結構そのなんていうのかなそういうふうなものっていうのはご自身の中では当たり前だと思うんですでも変な言い方かもしれないんですが何かご自身の中で何か もももううう合わせるのがもう無理かもっていう風な感じにななってしまいそうですなので一人っきりの時間をたっぷりと過ごすのがすごくおすすめなので例えば、えー、とホテルに1泊をしてみるでもこんな時期だからホテルの1泊が難しいというふうになってくるとちょっとホテルに、うん、とステイしてみる例えばそれが23時間でも全然構わないんですがもしよければそうふう風なことをすると多分ご自身の中の、ね、心に潤いをくれるのでもしよければそうふう風なところは試していただけたらなというふうに思います。 またはそれができない場合はお風呂で長風呂を。 でもしその時にラベンダーの代わりとかがあの嫌いじゃない場合はエッセンシャルオイルとかを入れてできればゆっくりと使ってみていただけたらいいかなっていうふうに思っています。あとお子さんがね今結構ママに褒めてもらいたい時っていうのもすごく感じるので何かぜひそういうふうな時にはねなんかご自身をリフレッシュさせた後でお子さんのことをねちょっと褒めて差し上げるでもまあちょっと褒めるのってエネルギーがいるのでねなかなか褒められないかも 知れないんですけどでも今お子さんを褒めて差し上げると多分お子さんの中でもっと頑張ろうというふうなお気持ちが強くなってくると思うのでもしよければね今ちょっとお子さんのことをしっかりと褒めて差し上げたらいいのかなというふうに思っています。